おお、久しぶりだな、この画面。おお、なんかすごい懐かしいね。じゃあ、とりあえずやっていきましょうか。さあ、ということで、今回もやってまいりましょう。どうも、らうるございます。ということで、今回はですね、ちょっと久しぶりにこちら、にゃんこ大泥棒だ、大泥棒ちょっとハテナになりましたけれども、こちらでございますね。にゃんこ大泥棒でございます。めちゃくちゃ久しぶりに、ちょっと今回遊んでいこうかなと思います。データ残ってんのかな？久しぶりすぎてちょっとその辺がね、あんまりちょっと覚えてないんですけど。まあじゃあ早速やっていきましょうよ。はい。いやー、めちゃくちゃ久しぶりでございますよ。さあ、という猫缶ないんだけど、ゼロ個なんだけど、大丈夫かこれ。まあじゃあ、ちょっといろいろやってみましょうかね。いや、久々なんだけど、これさ、待って。何からやればいいかもわかんないんだが、じゃあ、どうしようか。一旦ミッション見ていきましょうか。ミッションで、いろいろもらえるやん。でも言うて3つか。じゃあ、とりあえずこれ3つ受け取りましょうか。猫缶が、なにこれ。はい。久々すぎて、ちょっと、なるほどね。学ランと、めっちゃもらえますね。はい。で、あと猫缶でしょ？ OK。これで50個になりましたね。で、そんでもって、通算3日。待って、これ、ちょっと待って。全然やってないね、これね。まあいいや。そんでもって、そんだけか。はい。猫缶が80個になりましたね。あとは、これなんだ、これは。20個ですね。これはランクのやつか。だいぶ増えたな。猫缶がめっちゃ増えましたね。よし。OK。ということで、じゃあ、久々にですね、じゃあ、この泥棒バトルやっていきましょうか。いや、これ大丈夫かな？覚えてるかな、俺。まあ、とりあえずやってみましょう。ということで、私の泥棒団に関しては、にゃんこ、ショーン、ミケラン、ドラ吉、アントニーでございます。これで大丈夫かな？まあ、一旦とりあえずやってみましょう。はい、じゃあ行きまーす。はい。いやー、めちゃくちゃ久々だな。大丈夫かな？いじられキャラ嬢ってなんだ？まあいいや、じゃあ、とりあえずやっていきましょうか。で、これあれだよね。お宝を回収して逃げるっていうゲームだったよね、これね。確かね。じゃあ、何使おうかな。じゃあ、こいつでいっか。じゃあ、どこから行こうかな。どの辺にあるかだよね。その辺がわかんないからな。まあ、どうせ真ん中とかじゃない。じゃあ、一旦これでいきましょうか。で、これでじゃあ、進めていきましょう。さあ、しょっぱなから何これ。これは別に何でもないね。はい。これどうだろう。OK。よし。小判ゲットでございますよ。あるよね。待って。ここにあんじゃん。下じゃん、これ。ちょっと待って。まずい。まずい。よし。これ違うな。これはなんか別のものだな。ちょっと待って。騙されたんだけど。ってなると、ちょっと待ってよ。さっき待って、ワンコがいたから。これはどうだ？フェイクなのか、本物なのか。じゃあいきます。はい。さあ、ほら、これ。でしょうね。でしょうね。じゃあ次行きましょうか。残りあれだよね。2匹捕まったら終わっちゃうんだよね。これどうせ真ん中だと思うんだよね。なんかいつもなんか真ん中に引いていた思い出が、また来たよ、これ。これあれなんかな何SP が溜まったようやな。スキルが溜まる。何スキルが使うためのポイント。略して SP な。スキルなんかあったっけ？ちょっと待って。スキル、これ何？ちょっと待って。パンチだって。斜めってなんだよ。斜め上。じゃあ、とりあえず上行って、で、これであれでしょ？左行けってことでしょ？まずいじゃん。ダメじゃん、これ。ダメじゃん。じゃあ、とりあえず一旦上に。あった。これじゃない？これでどうでしょうか？来てよし、OK。あとは、逃げるだけですよ。まあでも、近いからね、これ大丈夫じゃない？そういうことか。ちょっと待って。出口がさ、うわまずい。やばい。もうこれだよ。危ない。これいけそうじゃない？ギリギリ逃げられるよね、これ。いけた。危ねえ。よし、オッケー。まあ、いいんじゃない？久々にしてはやった方じゃない？これ。よし、オッケー。泥棒ポイント37でございます。帰宅しましょう。よし、オッケー。オッケー。で、これ何貯めていくと、なんだっけなんかあれなのかな何かと交換できたりするのかなその辺はちょっともう覚えてないんですけどもね。で、そんでもって、そういえばさ、なんかなんだっけこれは何これこれは一体何開けましょうか。タンクで。この姿めちゃくちゃいいなこの職人っぽい感じね。すごいいいですね。じゃあ、これとりあえずちょっと開けていきましょうか。何が出てくるのかわかんないけど。そういうことね。そういうことね。どんどん鍵を消化させて。いやー、こんな感じだったんだね。なるほどね。これ持ってたよね。蝶ネクタイしか出てこないんだけど。来た。月夜のレオタード。なるほどね。泥棒だけにと。そういえば気になったんだけど、泥棒バトルのさ、これニャンチケバトル、これちょっとこれやりたいんでやっていきましょうか。動画を見ることでニャンチケバトルに動画見んのこれ？どういうことこれ？ああ、これでいいのね。うん。ちょっと動画見るとあれになるんで、ちょっと今回見ずにやっていきましょう。あ、同じなんだね。あ、これでクリアすると、ニャンチケがもらえるっていう感じじゃないこれ。だよね。で、そんなもって真ん中に、この神様の猫がいるから、これどうしようかな。じゃあちょっと今回は下から攻めていきましょうか。じゃあ、この一番左のこいつをね、とりあえず登場させまして。さあ、どうだろうね。どの辺に、あ、これなんか、あ、これはとりあえず小判でしょ。小判があるってことは、どうだろうな。あ、また来たよ。誤った道を進むなかれ、さもなくば、お主に災いが降りかかるだろう。どこだか教えてくれ。殴られたんだけど、そんなことあんの？じゃあ、これワンチャン、来た。ちょっと待って、さっきの殴られたの何だったのマジで。やめて。あ、これ逃げられそうだな。これはいけんだろう。これはいけるよ。これ、もう、危ない。よし、もう最悪。そう、もう。それはないって。いやここにいるんでしょ。どうすんのこれ。これさ、これどうするんだろうね。だって横に行ったらもうすぐ出てくるんでしょ。横に行ってこれでどうなんだろう。ちょっとわからん。バレずにいけんのかな。いけたー。バレない。そういうことね。よかった。じゃあこれで大丈夫そうですね。よし、オッケー。いきましたね。よかった。よし、2連続失敗ならず。よかったね。これで、チケット回収でございます。このチケットはなんだっけ。これは何に使うの？ガチャでしょこれ。レアガチャどれだっけ？猫ハンターだっけ？なんかやってるこれ。大狩猟祭。小猫祭みたいなやつですね。ガチャ回したいんだが、ちょっと、回してみたいんだけど、猫缶がギリギリ足りないね。そんでもって通常猫ハンターしかも足りないし、3つからなんだね。じゃあダメじゃん。ガチャ回せないじゃん。ちょっと待って、猫缶、これでも10個か。あともう10個欲しいんだよ、私は。オッケー。ニャンチケは回収できたね。猫缶は？猫缶、あともうあれか。ニャンチケバトルを、でもさ、大泥棒バトルで2回成功だから、あともう1回やればいいんか。じゃあ、あともう1回やりましょう。そしたらね、ガチャの方が回せるかなと思うんで、とりあえずやっていきましょう。クリアできるかどうかはわからないけれどもね。さあ、どうだろう。次はどの辺にあるのかな。これはね、マジで運ですからね。じゃあ、右から行きましょう。右の真ん中で、攻めていきましょう。さあ、どうだろうね。うまい具合に見つかってくれればいいんだけど、これは怪しいな。じゃあ、とりあえず上だな。またあるのかよ。それやめてよ、マジで。これはどうだ。いきますよ。もうこれ。もうこれ。はい。やられたね。さあ、じゃあ、次は、上がダメだったから、またこれあれなんじゃない？下の方とかじゃないのかな？うわ、もう最悪。これさ、下行けないもんね。もう、これやめて、これ。これやめて、もう痛いから。さあ、どうだろう。この辺は、もう何これ？トラップばっかなんだけど、ことごとくやられた！うわうそー、マジか。でもここ怪しいよな。怪しいから、ワンチャンありそうだけどね。ダメかな？ちょっと確認してみようか。てか、これで失敗したら終わるんだが。普通に終わるんだが。じゃあ、見ていきましょう。さあ、どうでしょうか。よし。でも結構ギリギリ。結構ギリギリなんだよな。さあ、下ね。下だったら、いけそうじゃないこれ。とりあえず、もうこれ、もうしょうがない。もうこのトラップはしょうがない。で、とりあえず、もうこれ時食らって、で、危ない。よし、OK。これ大丈夫でしょ。いけたわ。よかった。すごいギリギリでございますね。何？罠の宝箱って。いいや。よし。これでとりあえず、チケットの方ですね。チケット、猫缶か。猫缶が回収できるんで、何これ？これあれで開けろってことね。じゃあ、とりあえず開けちゃいましょうか。これ何？なんかいいのがもらえたりすんのか？わかりませんけれどもね。でも久しぶりにやると面白いな。ちょっとまた、これ何？まだ開かないやつか。そうか。これはちょっといい宝箱だから、そういうことね。じゃあちょっとまたちょっと今後ね、ちょっと次なんか10連やりたいから、ちょっとコツコツ貯めようかなね、五感ね。せっかく。ああ、出てきた、占い師。おお。え、こいつ仲間に、ああ、五感手に入った。え？何これ。あ、そういうことか。自分のこれにあれか、置けってやつか、これ。そういうことだよね、これね。まあいいや、まあ一旦ミッション行きましょう。で、猫缶の方が、よし、回収できたから、じゃあですね、ガチャ回していきましょうか。はい。じゃあ、じゃあまずは通常猫ハントから行きましょう。はい。じゃあ、とりあえずね、行きましょう。さあ、何が出てくるのでしょうか。さあ、さっと。ああ、まあでもこれ、初だからいいんじゃない？継ぎはぎでございます。かわいいな。めちゃくちゃかわいいんだけど。じゃあ、次、大白さん行きましょうか。いやー、出るかな。じゃあ行きますよ。はい。あー、行きまーす。はい。さあ、どうだ？なんか、でもなんかさ、これは何？演出じゃないのね。なんだよ。金鉄。まあでも可愛いからいいんじゃないですか。なるほどね。レアか。残り1日だからね。いやー、これ超激レアちょっと欲しいね。もういいや。またちょっとね、猫缶が溜まったらガチャの方回そうかなと思いますけど、でもなかなか久しぶりにやるといいですね。で、これが自分のお城なんで、あれでしょ？まあ、誰かが俺の城になんかさ、潜入して、やるんでしょこれ。だからそれで、お城警備で、これであれですよね。この罠だったりとか、これさ、まあいいや。これで強化。あ、そういうことね。これレベル上げれば上がるほど結構きつくなってくよね、これね。これ占い師ってさ、占い師じゃあこの辺に置いとこうか。あ、置けないのか、占い師は。そうか、設置数オーバーだからか。結構これはこれできつくないこれ。てかさ、待って、これちょろすぎだろ、これ。一番端っこ狙ったら終わりじゃん。これ良くないよね。これこの辺でいいんじゃないですかね。はい。じゃあいいや。とりあえずこれぐらいにしましょうかね。ということでちょっと久しぶりに今回はですね、にゃんこ大泥棒の方やったわけなんですけども、いや、面白かったわ。ちょっとせっかくなんでね、また今後ちょっとこれね、ちょっと動画の方でやっていければなと思いますので、またちょっとね、進捗具合の方、動画の方でご紹介できればなと思います。ということで今回の動画はこれぐらいにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。